はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、平面図形の11回目というところで、まあ、前回に引き続きですね、角の二等分線の、まあ第2回目ですね、をやっていきたいと思います。で、まあ、角の二等分線ね、まあ、ただ単に、まあ、一つの角をね、同じ大きさに2つに分けるというだけじゃなくて、実はこういう性質がありますよっていうのをね、見ていきたいと思います。で、角の二等分線っていうのは2つの直線からの距離が等しい点が集まってできてますよとね、2つの直線からの距離が等しい点が集まってできているね。まあね、まあ、これを説明する前にね、ちょっと忘れてる人もいると思うので、まあ、点と直線の距離って何だったかっていうのをね、もう一回見てみます。ここに点があって、ここにね、直線があります。で、この点と直線の距離って何だったかっていうと、この点からこの直線に垂直な線をこう下ろしますよ。そしてこの点からね、垂直に下ろした時の交わる点、ここからここまでの長さをこう点と直線の距離というふうに言いましたね。なので、この角の二等分線っていうのは、この二つの線分ですね、この直線で、こっちとこっちありますね。こっちからとこっちからの距離が等しい点、つまりこう角の二等分線からこういうふうに垂直にね、線をこういうふうに下ろしていった時にですね、長さがこう等しいね、点からそのね、それぞれの2つの直線までの線分までの長さが等しいね、点が集まってこうできているのが、このね、角の二等分線になりますよとね、いうところになります。はい。で、なんでね、じゃあね、この角の二等分線の上の点っていうのは、角の二等分線の点ですよね、点っていうのはこうそれぞれね、2つの直線に垂直にこういうふうに線を下ろしたときにね、こう同じ長さにね、こういうふうになっていくのかね、二つの直線からの距離が等しい点が集まっているのかというと、まあ、これもね、2年生のね、ちょっとね、内容をやらないとね、ちょっと詳しいことは言えないんですけど、例えば、ここですね、ここと、ここ見てもらうと、まあ、こことここにね、小さい直角三角形が2つできてますね。で、この時に、この角が角の二等分線で等しい。で、角ですよ、ね、で、ここ共通の辺なので等しいですよ、こういう風に直角三角形でこういうね、なんだろう、直角に向かい合ってるこの線と、ね、他のもう一つの角が等しい時ですね、この三角形とこの三角形は同じ直角三角形の形になってるってね、実は言うことができます。そしたらこれとこれね、同じ三角形ですので、当然ここの長さとここの長さも等しいね。で、こことここが等しいから、このね、角の二等分線上のこの点っていうのは、こっちからも、こっちからもね、両方から距離が等しい点ですよ、と言えますよ。まあ、もしここで言いたいなら、今度はもうちょっと大きく取ったこの直角三角形と、この直角三角形が等しいから、結局、ここの長さとここの長さが等しくなるよ、とね。まあ、もし、ここだったら、ここと、ここの直角三角形でまた同じように考えてもらうと、この長さとこの長さが等しいですよ。ね。そういう感じで、角の二等分線っていうのは、こっちの直線とこっちの直線からのね、距離が等しい点ね、がずーっと集まってできてる。それが角の二等分線ですよ。ね。二つの直線からの、距離が等しい点ね、が集まってできてるのが角の二等分線。この、次に直線から距離が等しいってね、作図の時に言われたら、ね、この角の二等分線だなーっていうふうにね、考えてもらうといいです。まあ、ちょっと前にやったね、垂直二等分線っていうのは、二つの点でしたね。二つの点から距離が等しいって言われたら、垂直二等分線。で、このね、直線から距離が等しいって言われたら、角の二等分線かなっていうふうにね、ちょっとね、頭の中にね、入れてもらって、思い出してもらうといいかなと思いますね。じゃあ、実際にどんな問題がね、出されるかっていうのをね、見てみると、まあ、ここにね、三角形 ABC っていうのがありますよ、とね。で、この三角形 ABC において、辺 ABAC までの距離が等しくて、辺 BC 上にある点 P を作図しましょう。ね、こういう問題があります。辺 AB と AC からね、この AB と AC からの距離が等しくて、で、さらにこの BC の上にある点 P を作図しよう。ね、まあ、ちょっとね、この BC 上にある点 P っていうのはちょっといきなりね、両方考えると頭がね、ごちゃごちゃになるので、まずはとりあえずこの AB と AC までの距離が等しいっていうところを考えてみましょう。ね、AB と AC からの距離が等しいっていうことはね、直線からの距離が等しい、ね、2つの直線からの距離が等しいって言ったら、これでしたね、角の二等分線ね、こことここからの距離が等しい点が集まってできてるのが角の二等分線だったので、とりあえず AC と AB のね、
距離が等しいね、点が集まってできる角の二等分線、つまりこの角 BAC ね、ここの二等分線ね、角の二等分線をまず作図する。そうするとこの2つの辺 AB と AC からね、距離が等しい点が集まってできている角の二等分線を作図できるので、まあ、そこのどこかに点 P があるよっていうのがね、わかります。で、またですね、このこのコンパス代わりにね、この赤ペンを使って、ね、ちょっとね、作図の方をしていきます。まずね、この点 A を中心として、この AC と AB 上に長さが等しいね、点を取りますよ。だからここからここまでの長さとここからここまでの長さが等しいです。まあ同じ長さでね、こことまた同じ長さを取って、同じように作図してみるとこんな感じで、こんな感じで、ね、ここに、交わる点ができましたよ、ね、そしたらこことここを結んであげれば、この BAC ね、各 BAC の二等分線がね、作図できますよということで、まあ、ちょっとね、線をこう引いてみます。ここから B と引いてあげるよね。そしたらこれ各 BAC の二等分線になってて、さらにさっき言ったようにこの辺 AB と辺 AC からね、等しい距離が等しい点が集まって、できてるね、この直線が書けたことになります。で、つまりこの角の二等分線上っていうのは全部点は AB からも AC からも距離が等しい点がずっと集まってできてますよとね。で、その状態でなおかつ辺 BC 上にある点 P だから BC 上にあって、で、AB からも AC からも距離が等しいって言ったら、ここしかないですよね。これと、ね、この角の二等分線と BC が交わってる、ここのところっていうのがちょうど、ね、AB からも AC からも距離が等しい点が集まってる角の二等分線上で、なおかつ BC 上って、二つが交わってるので、ここのところがですね、点 P になりますよ、ね、というのがわかりますね。なので実際の問題ではね、こんな感じで出てきますね。こうやって2つの直線があって、この2つの直線から、まあ、距離が等しいね、こういう形で言葉がね出てきますので、こういうふうに2つの線とかね、直線とか線分とか辺とか、そこからね距離が等しいって言われたら、あ、角の二等分線だなーってね、ピンときてね、その2つの直線のね、ちょうど角になっている部分ね、この2つの直線の角になっている部分の、角の二等分線を書いてもらえればいいよ、ね、そうすると、まあ、大体どんな感じで答えね、書けばいいかなっていうのがね見えてくると思います、うん。で、まあ、先ほども言いましたように、垂直二等分線と角の二等分線のね、それぞれの性質をね、もう一回よくね押さえておいてください。2つの点から距離が等しいって言われたら垂直二等分線ですよね。そして今見たように2つの線、ね、2つの直線とか、まあ、2つの線分とか2つの辺から距離が等しいって言われたら角の二等分線、これですね、をしっかりね頭の方に入れておいてくださいね。その2つをねうまく使い分けられると、まあ、かなりね作図の問題もねスムーズに解けるようになるかと思います。ではね、今回これで終わります。どうもありがとうございました。